い、どうもマロチです。よろしくお願いします。カニザレス物語やっていきましょう。はい、今回は巨人戦です。で、守備はダイジェストで、ダイジェストじゃない、全部自分でプレーですね。全部自分でやる感じなんで1試合だけです、今回は。はい、6番レフト、まあもうレフトであることをなんかね簡単に受け止めてしまってる自分もいるけどね。まあ交流戦終わってからではね、そのキャッチャーに戻れるかどうか、そこで戻れなかったらもうまずいよね。まあまずさで言えばもうスタート当初からまずかったけど、変化球取れないし、まあなんとかやっていきましょう。とりあえずやりましょう、1年間はどんな形でも。 OK、 さあ守ろう。よし来い。打ちました。詰まりながらも左中間へ。はい、うまいな。これはレフトでゴールデングラブあるかもしれないな。フォアボールのランナーを出しました。で、次の企画の話なんですけど、まあまだねちょっと全然考えてはいないんですけど、その企画の内容としてはド直球な感じでいこうかなと思ってます。まあそのまあ変化球直球ってあるんだったら、例えばそうだな、斎藤佑樹の守護神の企画とか、まあそういうのはまあ変化球な企画だと思うんですよ。まあその通常じゃありえないことをするような企画っていうのかな、まあそういうのが変化球だったら、例えば小笠原のやつとか、まあそういうのはまあ直球的な企画だと思うんですよね。今何やった？ライトゴロ？ライトゴロだよね今のね。ライトゴロだよね。だと思うんだけどな。いやなんかファーストが取った、ファースト？じゃねえや、セカンドが取ったにしなんか変だなと思って。多分今のライトゴロだよね。まあ、忘れなければ、試合後の結果でちゃんと確認しましょう。忘れなければ。アウトコース打ちました、取りました、二塁そのまま入ってフォースアウト。いいな、内野手楽しそうだな。変化球空振り。いやーまあ次もねスタープレイヤーにしようか、監督モードにしようかとか、まあいろいろちょっと考えているんですけど、バッティングはちょっと集中させてください。まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。いや今ね喋ってたから、主導権を握りたいですよね。まあ喋ってたから変な感じだった、そうですよね。打てっから。打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。なかなか点入りませんな、互いに。バッターは俺なんか話してなかったっけ。もう自分が話してた内容忘れちゃって。いやーどんな企画にしようかね。高めのボール、これはどうか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。まあもう変化球はちょっとやめようとは思ってるんですよ、絶対に。まあ稲葉のにしろ斎藤佑樹のにしろ、このカニザレスのもそうなんですけど、まあ結構変化球的な企画だとは思うんだよね。だからそういうのがちょっと続いちゃったから、もうド直球なことをやりたいなと。長谷川が抑えて3アウトチェンジです。盗塁王を目指すような企画やりたいかな。6番バッター、足速い選手使って、先ほどの打席でセンターへのツーベース。面白そうじゃない、今まであんまないじゃない、その足を武器にした選手を使うってことがなかったから。あー速い、打ちたいな、ミート打ち。胸元へ持ってきました、ストライクです。追い込んでました、なんとか打つ。ワンボールツーストライクです。
落ちろ、うわうまい、いいプレーが出ました。誰がいいかな、足速い選手。うん、もう決めた。次の企画ね、盗塁を目指すわ。誰を使うか分かんないですけど。2球目打ちました。センター弾く。しっかりしろ。先頭バッターを出してしまいました。暇だな。球飛んでこねえな。インコース詰まりました。セカンドが構えます。本田が抑えています。ワンアウト。誰がいいだろう。足速いけど今までその盗塁を取ったことない人がいいかな。打ちました。ショート弾く。ボールを拾ってセカンドフォースアウト。どうしてみんなカニザレスを見習えよ。引っ張った。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて。これは届きません。ヒットになる。全然タマコね。ホームに送球する。やさぐれてんな。やさぐれてんな今のカニザレスの立ち方。ここは甘いコースを狙う。よし来い。ここでフォアボールを与えました。キャッチャー悪いんじゃないの。ストレート打った。抜けた。セカンドランナー帰れば同点。レフト前ヒット。いい判断でしょ。さらにピンチ。真ん中のボール打った。この当たりはどうか。よし、スリーアウト。なんとか逆転のピンチを切り。いや思ったより暇な試合展開ですね。レフトってやることないのかな。引っ張った。内川一塁送球。よし、アウト。ワンアウト。2球目打ちました。サードが落下点に入ります。内川がさ、シーズン中にサードやることって結構あるのかな。レフトとか、まあレフトかな、イメージ強いのは。レフトの印象は強いけど、まあサードできることはできるからさ、やってはいるんだろうけど、俺はちょっと見たことないな。きっと見てても何気に流しちゃってんだろうね。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。しかしセンター守備範囲。よし、抑えてワンアウト。引っ張った。セカンドが取る。アウト。いいね。3球目打ちました。三塁線落ちました。同点のランナーを惜しかったね。ツーアウトランナー一塁。先ほどのプレーです。いや、こういうのね、バシッてキャッチしたいな。もう全然違うところで飛んでたけどね。さあ一塁に同点のランナー。オロベス、これはちょっと飛んできそうな気がするよ。2球目打ちました。今宮が掴んでスリーアウトです。ホームランで点差を広げろか。ちょっと行って狙ってみますか。インコースギリギリ決まっています。いやー、ないバッチなんだけどな。ないバッチだけどね。危ない。まあ、ミッションは達成できなかったけど、いいんじゃないですか。ここはうまく引っ張っていきます。これから7回。俺守備機会何回あった。2回。ちょっと少ないね。足りないね。セカンドうまくさばいて。アウト。ワンアウトです。キャッチャー戻りてー。2球目打ちました。レフトに強い打球。レフト下がっていく、下がっていく。違うんだ。バッターランナーは2塁到達。まあ今俺が飛び込もうが飛び込まないがツーベースでしょ。
いいよ、ズボン汚れてるよ。このピンチ見逃す。頑張れ、踏ん張れ。変化球打った、セカンド正面、抑えた。一塁アウト。いいね。スリーアウト。リプレイでご覧いただきましょう。よし。バッターボックス。これはちょっと怖いな。飛んできそうな気がするよ。いきなりトップバッターを。しっかり。見逃し。ナピチ。ワンアウトランナー一塁です。インサイド打った。サードの左。取った。二塁フォースアウト。一塁送球はランナー一塁を。うまい。怖いな。来ないかな。打ち上げた。来たよ。高い打球になった。よし。スリーアウト。おっしゃ、打点あげよう。打点。強振にして当たりさえすれば外野まだ飛んでいくしょ。まずは見送ります。ワンボール。お、誘ってきましたが見極めています。あー、左に切れます。いやー、押し、もったいない。外に見通しだ。ヒット音。早いボールで追い込まれます。変化球打った。オーケー、オッケーオッケー。でかい言ってんじゃないですかね。あれ、変えられたわ守備。あ、ライトゴロ、ライトゴロ、見よう、ライトゴロ覚えてたからちゃんと。ライトゴロじゃなかったのかな。ヒーローショーだって、見ればよかったね。試合結果、どれさどれさどれさ、村田の右アンってのがそうかな。アンダになんの。いや、なんないよね、なんないよね、違うよね。セカンドゴロだったのか、高橋由伸のだったのかな。ちょっと僕には分かりません。はい、ということでセカンドゴロという結果。はい、セカンドゴロ、うん、セカンドゴロだったのかな。俺にはライトゴロにしか見えなかったんだけどね。まあいいでしょう、しょうがないでしょう。まあこれ見て分かる人は分かると思うんですけど、僕には分かりません。うん、よし、いや、いまだにホームラン出ずだよ。やっぱレフトなんだね。次の動画はここですね。横浜2連戦取って、ヤクルト取って、一つ休んでまたヤクルト、ここで終わろうと思います。で、まあ、交流戦の順位なんですけど、すごい接戦なんですよ。接戦でしょ接戦なんですよ。なんでもしかしたらここも取るかもわかんないです。取ろっか、取るか、うん、打者だけにして、うん、よし、とりあえず次、はい、横浜、ヤクルト、巨人、また巨人戦で、ね、取ることになるんですけど、はい、ここ取ろうと思います。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。